皆さんこんにちは。しょっちゃん、りっちゃん、せっちゃん、エサーレサヨンチャンネル、今日は何でせいちゃんに赤渡したじゃん。赤ねずこなの？わかんない。みんな色が違うようにしたんだよ。なので今回紹介するのは鬼滅の刃の充電器に引っつくやつ。そうそう、充電器に引っつくやつを紹介しました。マスクとかもあったんだよね。なんだけど今回はこれは何、偽物、本物？本物は買えましたので、まずサムネを撮ります。ではサムネが撮れたので開封準備をしたいと思います。すぐ開けれる？テープ貼ってない、だったらりっちゃんからお願いします。はい、まずこっち、大丈夫？開けようか。いつものやつ用かテープは貼られてないんだ。爪短くした後でよかった。開けた。はい、まずは1個目、しのぶちゃん。しのぶちゃん見えるかな。しのぶちゃんこれかわいい。おママが開けちゃうとこだった。見せてラインナップは写真は載ってないんだ。こちらです。おお、みつりちゃんはいないんだ。かわいい。1、2、3、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、義勇、忍。6種類です。次はせちゃんお願いします。開けれるかな。禰豆子ちゃんいたらいいんだけど。来てもらったら行こうか、せいちゃん。大丈夫？しかも背負ってんの何？あ、髪の毛。せいちゃん見して。せいちゃんはねずこちゃんが当たりました。なんかオーブ、かわいい。オッケー、かわいいね。しょちゃんは当てる当てる当てる。かわいい。自分たちの充電器にはめちゃえばいいじゃん。お手書き用のやつとか。誰だっけ？ギュウ。髪の毛がちょっとすごい。しょちゃんは義勇が当たりました。かわいいねこれ。かわいい。こんな髪型してんだ。たこ焼きたこみたい。では次りちゃんお願いします。かぶった。もう善逸違う、義勇。つけるの？そのままつける。このまま。はい、りちゃんは義勇が当たりました。せちゃん次。赤ぶた。はい、また義勇が当たりました。善逸と炭治郎と伊之助が出てる。あれ、もしかしてしょちゃんまたかぶる？うん、義勇で、しょちゃんはしのぶちゃん。おー、しのぶちゃん。3匹しかいない。そうだね、全6種類なのに。はい、しのぶちゃんが当たりました。他当たってないのはかまぼこのねずこ以外。ねずこ、炭治郎、善逸、伊之助が当たってないんだ。3つ当たってないので、また3つ、まだいっぱい入ってたっけ。うん、た多分なので、また見つけたらしに行きたいと思います。これ3人ともさ、自分のスマホ、これはつけれない。誰か貸してみて。これ無理だね、きっとね。いや大丈夫で。あ、これさ、あ、これでいいんだ。ちょっとママの幅広の充電器の線だからさ、
線がちぎれないように、うん、はい、こんな感じでいいんだね。落とさないのかな。あのさ、口にさ、口から出てるみたいなのがあるじゃん。あの、ウーパルパとか。そう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 。のあれじゃないから、持つ形だから落とさないようにしてね。外で使ったら落としそうだね。ユニコーン持ってた、口でくわえる。あ、持ってたね。かわいいね。なのでこれまたみつりちゃんとかも出ればいいのにね。第2弾とかだったら出るかな、うん、ね、そこの空きのところにはまんない。それ多分ね、丸じゃなくて分厚いやつだからかな。ね、ね、あ、だったらあれだ、入んないかも。あ、そっか、そうだね、太いやつだもんね。チャップショップでも細いかも。 OK、 では OK、 できた。 OK、 今回紹介したのはせいちゃん貸してください。充電器、充電器の線、何？充電器の線、なんていうの？ケーブルアクセサリー。ケーブルアク、ケーブルアクセサリーの鬼滅グッズでした。これは本物なんでね。なのでまた見つけたら買いたいと思います。さっちゃんの推しも出ますように。皆さんもぜひ回してみてください。バイバイ、グッドボタンもよろしくね。バイバイ。バイバイ。